この放送はフリーキーレッツ .com がお届けします。フリーキーイベントやレッスンも開催中、概要欄をご確認ください。どうも金ちゃんです。今回は地形遊び、壁遊びですねの後編に行きたいと思います。さあ前回の動画で、基本的な壁のこの滑り方、そしてテールスライドを紹介したんですが、今回はドライブとターンですね、スプレーを上げるターンを紹介していきます。で、まあ、基本となるのは、壁に対して体がしっかりこう垂直で立ってる状態っていうのを常に意識しながら滑るっていうのが基本になってきて、で今回紹介する動きも、そこがベースになってくるので、まあ、前回の動画まだ見られてない方はぜひそちらも確認してみてください。ではドライブに行ってみます。ウイスキーヘッド。ドライブなんですけど、ドライブ自体がどういう動きかっていうと、スキーをずらしながら、雪面で回転する動きになります。ですごいざっくり説明しちゃうんですが、回りたい方向と、逆のスキーのインエッジをしっかりこう踏み込んでいく、体重をかけてこうハの字のターンしていくようなイメージですね。その動きプラスちょっと手をこう振ってくるような動きしてもらうと比較的、ドライブの動きしやすいと思います。まあ、ちょっとここで簡単にやってみます。じゃあ早速地形の中でドライブしていきたいと思います。で、今簡単にフラットでやった時に回りたい方向と反対側のインエッジ食ってると、回転力つきますよって話させてもらったんですけど、まさにこの地形の中でやる時これがポイントになってきます。で、左壁で左回転、右壁で右回転していくドライブに関しては滑っていってる時点でこの踏みたいエッジがかかってるんで比較的回しやすいんですが、左壁で右回転、右壁で左回転をするときっていうのはこの回したい方向側のインエッジをしっかりかけてあげるっていう動きがポイントになります。でこの時に、この地球で遊ぶ時のベーシックなところですね、自分の体自体がこう斜面に対して倒れていくような、垂直にキープしていくような形になっている方がここのスキー操作が楽になってくるので、その辺ちょっと意識しながら、一回やってみたいと思います。基本的にドライブっていう技の構造上なんですけど、自分が進んでいくのと反対側のエッジが効いてる状態であれば逆エッジになりません。でこれはフラットバーンでやってる時とかにまず確認してもらう方がいいんですけど、実際壁の中滑ってる時って登ってる状態、降りてる状態っていうのがこの滑ってるラインの中で起きるので、ちょっとそこを意識して自分が登ってってる時にドライブしてるのか、今落ちてってる時にドライブしてるのかっていうのを、ちょっとその状況を把握してもらうって言ったらいいかな、そんなことしてもらうとより安全にできるんじゃないかなっていう感じです。じゃあ次、スプレーに行ってみましょう。フリースキーヘッド。さあでは、サーフターンなんて僕は言ったりもしますが、やってみたいと思います。とにかく壁上がってって上でターンした時に雪を削って飛ばすみたいな動きです。でちょっとこれはね一発まずやります。はい、いきます。
とりあえず一発、スプレー上げてみました。でこのスプレー上げる動きなんですけど、ざっと当てるところに、意識が行きやすいと思います。やっぱそこはもうもちろん重要、しっかり強くザーッとできるっていうのは重要なんですけど、実はそのざっと当てるターンの前の入りがめちゃくちゃ、重要になります。でこれどういうことかなんですけど、例えばですね、今当ててるこっちの壁の角がここにあるとします。で、まあ、パイプ上から見たらこんな感じですね。で、当てたいポイントが例えばここにあるとして、でスタートがこの位置だとした時に、ここ直線できちゃうと意外とここに当てるエネルギーが生まれないんですね。でこれどういう風にするか、ライン取り取るかなんですけど、一回落としたところからカービングターンで切り上がる、ここをしっかり踏んでグッと切り上げて、そのターンで貯めたエネルギーを、まあ今やった時左側にターンして削ったんですけど、左ターンでグッと踏んできたエネルギーを当てたい壁に飛ばす、ここで貯めたエネルギーをこっちに飛ばすことで雪を大きく削るんですね。なんでこれをちょっと直線的に言って、ただスキーをこう横に向けただけだと意外と雪が押せない、削れないっていう感じになるんですね。で今で言うとちょうどあの反対側の壁が見えると思うんですけど、一回ここドロップしたら下に落とします、ラインを。でそこから一気に切り上げていって当てるって感じですね。とにかく当てる前のエネルギーをターンで生むっていうところを、意識してもらうといいんじゃないかなと。ちょっとそんな感じで一本やってみますね。さあどうでしょう、一回落として切り上げてそのエネルギーで当てる、これするとめっちゃ、雪が飛んでいきます。で正直このスプレーの動きに関して言うと、さっきまでの、ドライブとか前回のテールスライドとかと比べると、トリックというよりかは、まあ、シンプルに滑りですね。滑りの技術というか、しっかり、まあ、エッジが食ってて加速させれててキュンと曲がれるかどうかっていうところになってくるので、ちょっとなんでしょうね、パークっぽさっていうよりかはフリーライディングっぽさのある動きだと思ってもらうと、再現しやすいのかな、取り付きやすいのかなと思います。で突き詰めていくとカービングターンがより切れてて、踏んだことで加速がさせれてて、滑った後がねすごくエッジがこう、まあ、カービングのカーブっていうのは掘るっていうような意味らしいんですけど、その滑った後が掘れるぐらいのターンができるかどうかっていう話になってくるので、ちょっと突き詰めすぎるとね、あの出口のないような世界入っていっちゃうと思うんで、とにかく手前のターンで勢いつけてザッと当てるっていうのを、心がけて楽しんでみてください。ウイスキーヘッツ地形遊び壁遊び、後編でした。今回はドライブと、スプレーに触れてみました。で前回の動画の最初に触れた、やっぱりこう壁に体を合わせていくっていう感覚がやっぱり根本にあるのかなと思うので、そこしっかり抑えた中で、安全確認して、まあ地形遊びね、他の人とぶつかっちゃうライン取りたい時もあるんで、しっかり上の人ね来ないかどうか確認して、どんどん挑戦してみてください。でこれからまだ雪降ってくるとね、地形がどんどんなくなっていきます。特に壁は雪が積もると、壁が低くなって角度がぬるくなってくるので、雪が降ってほしいんですが、地形があるうちに地形遊び楽しんでいただけると、本当にパークが空いてなくても、アイテムがそんなになくても、フリースキーが楽しめるかと思うので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。それではまたオンラインか現場でお会いしましょう。金ちゃんでした。